とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、古代狩り来てます。で、みんなさ、古代狩りの時、どんな装備できてる？古代狩りはとにかく、高速で何回も何回も回るっていうのが、まあいいと思うんだけども、俺はね、この花火が、最近ね、ハマってる。ハマってるっていうか、この花火がね、一番早く、いけるんじゃないかなって思うんだよね。今までは、闘志のしめぐを装備して、キノコと、あとはブーツとマントか。で、高速でね、走っていってたんだけども、あれじゃあね、なんだろう、立ち止まる時間が多すぎて、そんなに速くならないんだよね。そこが、この、花火ビルドになると、止まることがないから、めちゃくちゃ早く行けんのよ。で、さらには、まとめ狩りができるんで、すごく便利な。こっちなんもないな、ここ。なんもない。あ、で、ちなみに敵のね、強さ？敵の強さは、ここダメだ。プラス17。17ぐらいがちょうどいいかな。別に、ね、敵のレベル上げて、ドロップ品のレベルを上げてもいいと思うのよ。でもそれじゃね、安定しない。すごく時間がかかるんで、プラス17ぐらいが俺はベストかなと思うんだよね。レアのリロールも3回だし、で、あと、敵もほぼほぼ一発で沈めていけるんで、すごくやりやすいんだね。じゃあ、てかね、ほんとね、10回以上、もう連続して回ったんだけど、いいのが出ない。全く出ない。なんだろうね。出るときって、出るのよ。連続で。でも出ないときって、本当に出ない。まあ、ユニークは出んのよ。ユニークは、まあ、一応出るには出るんだけども、全然ね、見当違いのスキルがついてくるから、全然ダメ。なんか金装備でさ、すごくいいなーっていう装備がまだ2つかな、持ってるのは。なんで、もう少し欲しいんだよね。できれば、締め具の欲しい。締め具。最強の締め具が欲しい。やっぱなんだかんだ言っても、闘志の締め具が、最強だと思うのよね。あの装備が。間違いなく。なんで、あれの、理想スキルがついたやつを、欲しいんだけども、出ないんだなぁ。そう簡単にはさ。そう簡単には出ないのよ。え、どっち？ん？あ、こっちで合ってる？こっちで合ってるね。と、あとは、防具も欲しいのよ。防具。あ、まあ、弓も欲しいけどね。防具の、ちょっといいやつ。欲しい。もちろん、クールダウンはついてなきゃダメよ。クールダウンついてないともうほんとお話にならないんだけど、クールダウンが、3つ4つついたやつが欲しい。まあ、今以上のやつかな。今以上のやつは欲しいところ。でも今以上のやつって、なかなか出ないんだよね。やっぱクールダウン4って、超レアだもんね。激レア。あれね、でもなんかね、すごいの1個出たのよ。1個出た。惜しいのが。これ、エメラルド装備。エンチャントで、クールダウン3ついてるんだけど、実際は使えないよね。エメラルドはちょっと使えないな。まあ一応かなりね、珍しいやつだから、売らずに取ってるんだけども、使うことはないでしょう。クールダウン4の、そうね、
強固なアーマーとか、あの辺フルプレートとかでもいいよ。が欲しいんだな。まあ、そこそこ難しいとは思うけどね、出すのは。そこそこどころじゃないな。とんでもなく難しい。実際さ、今のこの、プレイヤーで、もう全世界のプレイヤーで、そういう装備持ってる人、多分いないでしょ。いるかな？中にはいるのかもしれないね。でも見たことない。見たことないから、俺がその第1号になりたいなーっては思うね。え、もう開いた？あ、いつの間にかなんか開いてる。では続き行きましょう。古代狩りってどんぐらいでクリアできる？古代狩り。これはね、早い時は、10分ちょい。11分、12分ぐらい。でも、できればさ、できることならば、そうね、一周、5、6分で行きたくない？そんぐらいのスピード出したいんだけどね。ちょっと無理か。いや、無理じゃないでしょ。じゃ、出ないな、おい。全然出ないぞ。あれ、おかしい。古代人が一回も来ない。73% だったんだけどな。73% なのに、え、一回も来ないぞ。そんなことないよね。さすがに、一回も来ないことは今まで、いや、あったわ。あったあった。でも、結構稀だからね、そんなことは。来るでしょう。おー。え、ここの終わりでもう、今回の砲台狩り終わりだよ。大丈夫？大丈夫か？本当に。え、スイッチどこ？あ、あったあったあった。え、この先なんもない？もしや。運がいいときはね、ここね、3つぐらい洞窟あるんだけどね。今回運悪いのかもしれない。え、全然ないぞ。話にならんぐらいない。え、ない。あー、無限が発動してない。無限発動なしだったらば、結構時間かかんだよね。オッケー。うわ、なんだこのスライムの数。当時。え、うわ、なしかもしんない、これ。いや、あったわ。最初のところあった。あったけども、古代人じゃないじゃん。え、やば、もう終わったわ、ここで。え、古代人ゼロ。今回。こんなことある？まあ、あるんだけど。あるんだけど。ひどいな。古代人ゼロ、ひど。まあまあ、うん、ゼロでもいいさ。出た時のね、お店でいいのが売ってればもう全然問題ないんだけど、いやー、古代人ゼロなかなかショックよ、これ。結構ショック。ショップでもずっとね、いいのが売ってなかったから、もう金が2400個か。だいぶ溜まったな。戻ってきました。お店見てみよう。お店次第で、いい、おお、あるぞ。あるけども、いらないんだな。おお、いや、いや、待て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 。待て。悪くないかもしん、いやー、惜しいな。惜しいな。マルチショットあっていいんだ。いいんだけども、他があんまり良くないな。よろしくない。うん、悪くないかなと思ったけども、ダメ、よろしくない。じゃ、次行ってみ、あー、待て！つった、いやー、よろしくないね。次、あー、冬の指先だったら嬉しかったんだけどな。いかんね。ダメです。よろしくないな。達人？うん、ダメ、ダメ。弓にはもう、とりあえずマルチショットついてないと、外れだもんね。
ダメダメダメ。スノーハンマーダメ。ミステリー。あ、クールダウン。あー、惜しい。クールダウン2ついてんだけどね。あー、惜しかったね。これね、エンチャント残り2つがクールダウン、クールダウンだったら、変更もついてて、なかなかいい装備だったんだけども。外れ、ダメ。今回は、全然ダメです。でも、このね、花火ビルドは、古代狩りで、かなり役に立つので、超おすすめです。さっきも、11分ぐらいでクリアできたんで、かなり早く行けますし、まあ、安全に行くことができると思います。まあ、とりあえずまたね、出していくんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。